今日はお先に失礼するわ。また明日。うん、また明日。お、あ、雪乃さん、これ忘れ物です。ありがとう、助かるわ。いえいえ。お兄ちゃん大丈夫かな。そんな心配しなくても。いえ、それが春野さんも来るらしいのですよ。っていうか、どこ食べ行くの？うちがよく使うレストラン。え、それ絶対お高いやつじゃん。ドレスコード大丈夫かな？カジュアルなお店だし、そこまで堅苦しくないわ。制服なら大丈夫よ。そうか。あべー、ネクタイ忘れた。一回取りに帰るわ。っていうか帰るわ。心配いらないわ。小町さんから預かってきたの。うん。これで問題なしね。もう照れるならそういうことするのやめて。こっちも照れるんですよ。試されている。俺は今試されている。さ、いただきましょうか。そうだわ、雪乃。最近学校はどうなの？ええ、まあ普通に。引きが役は気にせず召し上がってね。はあ。どれから使うの？いただきまーす。おいしい。引きが役、ナイフとフォークは。こーら、そういうのはお母さんとお姉ちゃんがいないところでやってよね。いないところでもまだダメよ。雪乃、そのあたりはどう考えてるの？あ、引きがやくんは気にせず食べてね。あら、春のお行儀が悪い。カトラリーは外側から使うものよ。そうだっけ？いけない。引きがやくんはテーブルマナーもちゃんと学んでいるのね。ええ、まあ。おっぷね、ここでも試すのかよ、このクソ親子。存外お行儀がいいのね。ご両親の育て方がいいのかしら。少なくともそちらよりは。あなたね、少しは気を使って言葉を選びなさい。すまん、ついいつものノリで。ほら、なんかお前と顔似てるから。いいのよ、その方がこちらも楽だわ。ほんと大した胆力ね。ごめんなさいね、私たちだけいただいちゃって。いえ、全然。うちは家計的にお酒強いんだよね。雪乃ちゃんは父親にだから多分弱いけど。私、父さんに似てるかしら。そりゃそうでしょ、そのめんどくさいところとか。あなたも大概では？君も大概でしょ。うん。引ヶ谷君はご両親のどちらに似てるの？はあ、まあ強いて言えば父親ですかね。髪質だけは母に似ましたが。じゃあ小松さんのアホ毛もお母様譲りなのね。ああ、まあな。っていうか、おかんのことそう呼ぶのなんかむずがゆいからやめて。お母様のこと？そうそう、なんか慣れてないからかゆい。そう、お母様いいと思うけど。小町さんというのは？ああ、妹です。世界一の奇遇だね。私にも世界一の妹がいるよ。姉さん黙って、恥ずかしいから。なるほど、ご長男なのね。ええ、まあよし、なんとでもなるわね。何が？ところで、うちの家業はご存知？更新所でしたっけ？な面白かった。で、二人は付き合ってるってことでいいの？いいんですかね。いや、私に聞かれても。春のそれを聞くのは野暮よ。ねえ。チンおっぱいボインボイン、チンおっぱいボインボイン、もげ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 、チチをもげもげ。